株式会社ホビーセンター加藤は東京都新宿区に所在する鉄道模型販売会社である。加藤ブランドで鉄道模型製品を製造、輸入する石水金属の子会社である。ホビ線の通称で知られ東京都新宿区と京都府京都市下京区に店舗を構える。社屋前の京急百三十系、電車二千十四年一月に新社屋が竣工した五階建ての 加藤本社ビルの1.2階を使用、自社製品をはじめとする鉄道模型のショールームとして、その楽しさ、魅力、奥の深さを生きた展示で具体的にわかりやすく、紹介、鉄道模型の普及、発展を目指すライブスポットとなっている。車屋前には、京急230系電車が保存展示されており、新車屋完成に前後して整備された。エントランスには、 レールと SL の動輪、友情の象徴といわれるイルカの群れをアレンジした記念モニュメント、飛べ、加藤、を設置。作者は、東京駅の四代目、銀の鈴も手掛けた東京芸術大学学長の宮田、良平。店舗2階の奥が、イベントスペースとなっており、販売店向けの新製品説明会や、鉄道模型クラブによる公開運転会。 ホビセンフェスティバルと名付けられた付けられた一般客向けのイベントなどが定期的に催されている。旧店舗ホビーセンター加藤大阪店大阪府水田市豊津町12-15の江坂駅近くに所在。江坂に移転する前は大阪市が庭区南場中の南海南場駅近くにあった。2016年3月19日に加藤京都駅店として移転、リニューアルすることに伴い、 3月10日をもって閉店した。2016年3月19日、大阪店に代わって新たに京都駅構内にオープンした和をモチーフとした新しいコンセプトショップ。東京店同様、修理カウンターを設けている。オリジナルグッズも販売されている。ブランドロゴホビーセンター加藤は加藤製品をベースにした自社企画品をラウンドハウスブランドで多数発売している。 主な製品は、車両の塗装変更品や加藤製品のメイクアップパーツである。加藤のコーポレートカラーは緑だが、ラウンドハウス製品は緑の補色である赤をパッケージに用いている。2016年6月発売の半球 6300KK トレインからは、ホビーセンター加藤ブランドでの発売となった。このかファーラー車制ストラクチャー等の輸入製品、アメリカ型車両や、 アメリカ向け製品で使用されるカプラーパーツなど加藤 USA 販売の製品 T トラック規格のモジュールボードなどがホビーセンター加藤取扱い商品として全国の模型店に流通している。ありがとうございます。